なるほど、よく勉強されていますね。筋がいいですよ、あなた。ああ、真面目にシュレピッピしたおかげでな。それでは引き続き3問目、我らがムナンチョヘペトナス教の教祖様のお名前をフルネームでお願いします。ムナンチョ赤松だ。お見事です。いや、しかし簡単すぎましたかな。教祖の名前を間違えるほど俺も抜けちゃいない。ムナンチョ赤松様は教団の開祖である。ムナンチョ鈴木の法力を受け継ぎました。ムナンチョ鈴木？残念ながら開祖はムナンチョヘペトナスの信仰を恐れた国家権力に弾圧されてしまったんです。インチキだ詐欺だと濡れ衣を着せられましてね。ですが今はムナンチョ赤松様のおかげで我が教団は未来永劫安泰です。ご安心を。さて、それではいよいよ最後の質問です。チョモゴメスの意味をお尋ねしましょう。お答えいただけますか。再教育だ。正解です。これも簡単な問題でしたね。以上でテストは終了です。いや、恐れ入りました。入信初日にしてムナンチョヘペトナス教への深い理解が伝わってきました。素晴らしかったですよ、キリュウさん。他のフレンドたちのいい手本になります。テストは合格です。まあ、ざっとこんなもんだ。お二人ともご希望通り教祖様にお引き合わせしましょう。どうぞこちらへ。教祖様、失礼します。何かな。本日入信したフレンドがぜひ教祖様にお会いしたいと。二人とも大変素晴らしい逸材ですよ。ぜひ教祖様の祝福をお与えくださいませ。そうですか、よく来ましたね、フレンドたち。祝福としてこれを差し上げましょう。祝福にしちゃ俗っぽいんだな。教祖様、ミエさんのみそぎが済みました。百伏せ林長の祝福をお授けくださいませ。よろしい。これから大事な儀式なので、あなた方はシュレピッピへお戻りなさい。ミエさん。え、鈴木さん、あんたなんで。さあ、もうあなた方はお下がりください。ミエさん、騙されてるんだよあんた。ここはインチキ宗教なんだ。お伏せなんてやめてくれ。お黙りなさい。鈴木さん、あんたなんちゅう罰当たりなこと。ほれ、教祖様に謝って。いや、あなた方は何か勘違いされているようだ。確かに私たちをインチキというものも属性には数多くいます。しかしそうした偏見をも跳ねのける信仰心、それこそがムナンチョヘペトナスの神が愛する人間の素質だ。我々を疑うのは勝手ですが、無くなるフレンドの信仰を邪魔すれば必ず神罰が下りますよ。なるほど、お前もすっかり一発のペテン師になったな、赤松。何？じいさん、お前はムナンチョヘペトナスのかつての金庫番だ。開祖のムナンチョ鈴木が詐欺で逮捕された後、警察からも隠し通した金で教団を乗っ取った。誰だお前は。年を取ったとはいえこの顔を見忘れるとは寂しいね。まさか私はかつてムナンチョ鈴木と名乗っていたものだよ。ムナンチョ鈴木、あんたが。なんだと。なんであんたがここに。キリュウさんもミエさんも隠しててすみませんでした。でもこれが私の正体なんです。ムナンチョヘペトナスなんて神はいない。それは私が大昔にでっち上げた嘘だ。どんなに祈ったところでどこにも届きはしない。だからなミエさん、
亡くなった旦那さんが今のあんたを見たら、かえって成仏なんかできないよ。それでもまだ1000万なんて大金を伏せりんちょしますか？まったく笑わせるな。あの無難著鈴木が何を土地狂った？あんたほどのペテン師が見損なったよ。少し無所に行ったぐらいで正義に目覚めたか？そんなんじゃない。私はこれ以上罪を重ねたくないだけだよ。裏切り者が。ドアを閉めろ。誰もここに近づけるな。は、はい。教祖様、何をする気ですか？じいさんばあさんは奥に下がってろ。面白い見せ物になるぜ。無難著ヘペトナスに疑いを持つ者は何人たりとも諸もごめす。